だけはすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも結構久しぶりだよね。はい、めちゃ久しぶり。全然しゃべれなかった。でメームとイーストパックさんのコラボですかね。フルハーデン、あ、そうなんです。クラウドパティングジャケットなんで、パティングジャケットなんですね。そうです。はい、ということでね、1店舗目行かせていただきましたね、ファクトリーさん、楽しかったね。楽しかった、うん、次はね、完全に視聴者の方に教えていただいたところなんで、あゆむちゃんも初だもんね。初です。初だもんね。楽しみね。あゆむちゃんはさ、その趣味とかって何かあるんですか。あの皆さんにね、お伝えしとこうかなと思って。アニメを見ることと自然を巡ることです。あ、そうだね、うん、校舎がやっぱ珍しいよね。うん、私たちの世代だったらあんまりないです。そうだよね、うん、あ、そうか、おいくつって言ってないもんね。そうです。23だっけ。あ、2か、22だ、22だもんね。もっと若く見えるよね、でもね。まあでもよくやれば10代とかよく、あ、多分顔が幼いんで。そうだね。そうなんですよ。モデルさんみたいだもんね。ええ、あ、そうなんだ。近くに来たはずです。はい、こちらですね。あの2階です。アンリアルリアルクローズですね、はい。ということで、こちらに行きたいと思います。ブランドの名前がね、結構ここにすごいいっぱい入ってて、めちゃめちゃあるのでね、僕が好きなブランドも結構ありますので、ぜひね、あゆむちゃんも行ったことないもんね。はい、楽しみ。はい、楽しみですね。ね、こちらですね、アンリアルリアって書いてあるんでね、で早速ね、許可取ってるので行きましょうか。はい、こちらがアンリアルリアルクローズさんですね。はい、やっぱアンリアルリアルってリアル2回あるのいいな、うん、はい、あ、こんにちは。あ、すんごいだった出方モグラ叩きみたいな打ち合わせしてないのに。はじめまして。はじめまして。ひなです。あ、ひなさんですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません、はい、ありがとうございます。お店のコンセプトみたいなのをお聞きしてもよろしいですか。はい、アンリアルリアルクローズっていう名前の通り、結構現実的な洋服と非現実的なお洋服結構取り揃えてて、ベーシックなアイテムの中にもこう大人な遊び心あるこうお洋服とかを選んで、もうその人なりに楽しんでもらえたらいいなっていうコンセプトがあって。ありがとうございます、はい、すごいね、心がこもりまくってたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。東京物語2004って書いてますね。すごい。ジャンバルジャンはパンを盗んだ罪で19年、服役、服役ね。服役とも読むかもしれないね。もうですよね、うんうん、危ない、うん、僕がちょっと分かんなかっただけかもしれない。これがカラーさんのエリアなんで、ぜひぜひ見てみてくださいと。バーグハベルさんとかですね。そう、なんかね、アルチザンっぽいのもあって、そこら辺がすごい僕は、ほらこれとかさ、すごくない、これレザーだと思うんですけど、トレードのシャツを作ってて、うん、その切り替えとかもすごいかっこいいですし、はい、あとレザーシャツなんですけど、あっちにもレザージャケットあるんで、はいはい、ぜひそっちに使ってみて。なるほど、なんか1枚で様になるシャツな気がしますね、はい、で他にもバーグハベルさんいっぱいあるので見てみてください。これダン富松さんっていうシルバーアクセサリーがございまして、福岡、うん、はもう取り扱いここだけだと思ってます。そうですよね、はい、なかなかないですよね。男性がこういう繊細なアクセサリーつけるとめちゃくちゃエロくて。男性の皆さん聞きましたか。そうですね、全然言葉選ばなかった。ヘリルさんとかですね、うん、これは今期のヘリルさんみたいな。あ、そうです。そうですよね、ピーコートです。これやっぱオーバーサイズですね、やっぱ中にニットとか着られると思うんで、このぐらいのサイズ意外と着てみるとしっくりくる、かっこいいですよ、確かに。ていうかやっぱりあれですね、福岡のお店はこういうちょっとフレグランスとかも置いてるんですね、うんうん、あ、置いてます。ちょっとディフューザーとかキャンドルとか、うんうん、ルームスプレーとか、うんうん、揃えてます。こちらグラフペーパーさんとかですね。あ、これかっこいいけどね、ね、かっこいいよね、うん、デニムジャケット型ってことですよね。あ、そうです、そうです、デニムジャケットをちょっとアップデートして生地違いで、パンツもセットアップであるんで、うん、これ上も同じ。はい、同じです。あ、なんか白いタートルというかネックがあるの着てるとかっこいいね、うん、おしゃれだね。グラフペーパーさん使いやすいの多いですよね。いや、ほんとベーシックなんですけどね、ほんとよくオーバーサイズなので、やっぱこうシンプルだけど大人っぽく様になるようなアイテムが多いです。うん、そうですよね、はい、なんかそのアンリアルリアルでいうリアルな方ですよね。あ、そうですね、はい、今年も新型です。あ、そうなんですね、はい、これとかもあゆむちゃん着れそうだね。本当ですか。すごい大きめのベンチがありますね。うん、ボタン、あ、本当だ。あ、これ待って、オーダーできる感じじゃない。
ほら見て、絶対そう、これオーダーできる感じですか。あ、そうです、オーダーできるやつです。へー、今めっちゃテンション上がった、ね、テンション上がりましたね。すごいね、ボタンこれちょっと見てくださいよ、めちゃめちゃありますねこれ。へー、これオーダースーツってもう普通にそのままお店にフラッて来てオーダー受けれるみたいな。もう本当にもうその日のうちで40分ぐらいでやっぱ早いとできるので。え、40分で。そうです、そうです。もう生地、一番悩むのが生地なんですよ。生地悩んでもらった後は形とか、まあ、とことんこだわれるんで、こだわる人は長いですけど、全然そこはもうアドバイスもするので。すごいな、小山ニコラスデイリーさんとかもあったりとかしますね。めちゃめちゃいろんなブランドさんがあるんでね。もう本当メキシカンパーカーの形、はいはい、で素材違いで出してます。へえ。シャツ素材で作られてるメキパンで、ニットとかダブルフェイス、コーデュロイとか。あ、この辺が、はい、あります。へえ、本当だ。あ、じゃあこれもニットで。そうです、ニット素材で。へえ、すごい、いろんな。じゃあそうです、形は全部同じ。シンセティックレザーの、レザーブルゾンですか、ね、あ、そうです、レザーブルゾンです。ジャケットお安いですよね、リバールさん。いや、本当にこれでこのクオリティでこの価格はめちゃくちゃいいと思います。5万円ぐらいなんですけど、お安いっすよ、やっぱり。多分これもそうかな、リバールさんかな、多分。あ、そうです、はい、ワイドデニムジャケット。あ、ブルゾン、こうね、本当いろんなブランドさんがあって、それとかフーワットさんとかですね、頑張って着れるコートですね。まあ、インナーも大きいから、うんうん、アウター大きくないとなかなか着れないこともありますから ね、 そ う、 ですね。そうなんですよ、ゴワゴワしちゃうから。そう、中がゴワゴワしちゃうから、うん、ゴワゴワしちゃうから、ね、ゴワゴワしちゃうからね。あ、マーティアンドサンドさんか、最近よく見るの。これ別注なんですよ。あ、別注なんですね。はい、はい、去年ギャバ使ってて。あ、なるほど、はい、過ぎて2色作っちゃいました。そうですね、いいことですかね、カーキもありますので、ベージュと、うん、ぜひぜひ、まあ、カーキとか特にカーゴパンツ感あるんで、いいの、確かにこれ。あ、でもしかも3万円か、お安いの。そうそう、なんか綺麗に履けてカーゴパンツでって、多分あのいいとこ取りなんですよね、男の子のというか、まあ、ゴリゴリすぎるとやっぱり軍パンってちょっとって人もいるんで、そういう人にはすごいおすすめな気がしますね、うん、バイナラカーキ結構好きなんですよ。めちゃくちゃいいですよね。はい、結構昔から好きで、結構そのミリタリーだったりとかアウトドア感があるものをよく作られてますよね。あ、そうです、そうです。しかも着心地がどれもめっちゃいいんですよ。そうですよね、着る人のこと考えて作ってる分、うんうん、着てて本当にストレスがない洋服が多いです、うん、パーティーっぽいな、素材感が。そうなんですね、着るとこう見えてめちゃくちゃ軽いです。あ、へぇ、はいはい、見てほしいのが。あ、はいはいはい、初めてだね、見てほしいの、うん、気になる、気になる、気になる。こちらです、はいはいはい、ニートの別注なんですよ。デニムですか。そうです。ニートでデニムってないですもんね。そうなんです、珍しくて、で今回この別注させてもらったんですけど、ニートってパンツのブランドなんですよ、専業ブランドみたいな感じで、もう本当にでもめちゃめちゃ人気なんですよ。 でもまあデニム素材って見たことなくて、スラックスっぽいのが多いですよね。そうです、もともとスラックスブランドなんで、うん、それこそタックとかですごい形綺麗で、でそこで生地をデニムで投入するっていうのがちょっと別注ポイントみたいな。別注ポイントです。へえ、すごいな。着る人の足の長さとか着たい長さに合わせてめっちゃ微調節してもらっていいんで、そこはもう自分だけのスラックスができます。いい、はい、多分さっきおっしゃってたバーグさんのレザーですかね。相当エグいやつですね、バーグさんのレザーの。そうです、バーグファベルのレザージャケットで、はい、本当着てもらうとレザーとは思えない着心地、軽さ持ってると思います。柔らかいですね、めちゃめちゃ。めちゃくちゃ柔らかくて気持ちいい。着心地もすごくいいです。襟、うん、が変わってますね。ちっちゃめです。うん。これ48、50で展開してました。あ、なるほど。はい。なんか、まあ、ちっちゃい方ってことですかね、この話は。はい、カジュアルに、よりカジュアルで着てもらえるところがやっぱ、うん、このジャケットいいかな。そうですね。ゴリゴリすぎないところが。ゴリゴリすぎないのがやっぱ。いいかな。食べるとナチュラルな感じも出て。これちょっとお値段聞いちゃったんですけどね、聞いちゃったからね、24万とか、そうですね。ニータさんのデニムスラックス履いてますね、別注のアイテム、アイムちゃんが履いてます。かわいい。どうですか。めっちゃ履きやすいです。うん、めちゃめちゃ良さそうです。デザインがめっちゃかわいいですね。ふと股髪も深くて、すごい足も長く見えるし、確かにめっちゃハイウエスト履けます。へえ。タックも綺麗に入りますね、本当に。そうなんです。このあたりすごい綺麗に入ってます。エムちゃんが何サイズ入ってるんですか。これで42のサイズです。あ、42で。で、男性の方だと大体まあ44から48の間で選ばれる方が多いですね。うーん。サイズ6
ックを着てもらってます。だから L ぐらいのサイズ感。そうですね、もう L サイズでバサッと羽織る感じで着てもらったりとか、まあ夏は T シャツに袖まくって着てもらったりとか。なるほど。気になってるのがこれも着たかったんですけど、このカムズ&ゴーさんのカシミヤ 100% のネックウォーマーなんですよ。これカシミヤ 100% なんですね。そうなんですよ、カシミヤ 100% なんです。こんなに暑いのに、夏、うん、なんかシャツの下に入れてもさ、うんうん、それっぽくなります、ね、すごい。あ、めっちゃいい。なんかやっぱ下まで着たくないなっていうか。そうですね、中ゴワゴワしたりするから。おっしゃる通りです。そんな感じになるとあれだから、うんうん、これがちょうどいい、うん、めっちゃ便利。肌触りめっちゃいい。しかも本当に、しかも僕黒が多いんで、うんうん、なんかグレーかますとちょうどいいかもしれないです、うん、いろいろ考えてみたいと思います。今日はお買い上げありがとうございました。すごい、なんか今まであった中で本当にすごい一番元気が、うん、うるさくてすごいいい意味で本当に楽しかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日は何か言ってもらったので、はい、今日はすごい楽しかったです。はい、はい、また待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。福岡来たらまたよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ行こうか。はい、はい、緑、緑や、これっぽい、これが緑や、これが噂に聞いた緑や。ストーンもあったりとか、うん、だってほら待って見て、靴回ってるよ。ですよね、うん、靴回ってる回ってる。シャレマジですごいね、はあ、シャレっていうかなんかすごいよね、近代的というか、うんうんうん、どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。